はようございます。ありがとうございます。今日は4月30日。もう4月が終わっちゃいますね。4月30日土曜日です。元気ですか？また今日もちょっとめっちゃ忙しいので、コンパクトにいきたいと思います。とりあえずやりますね。おはようございます。昨日はありがとうございました。なんかちょっとね、まあいろいろな感じですけど、またね、いつもと違う感じの回になったかもしれませんが、ちょっととりあえずやりますね。お願いします。ありがとうございます。今日寒いですね。すごい寒くて冬になっちゃったじゃあ行きます。りましたありがとうございました。そうですね、今16分なんで、25分ぐらいには絶対出ますみたいな感じなんですけど、昨日ありがとうございました。でなんかいやいろいろなんていうのかな、裏側をっていうことでもう全部6月10日に向けてって感じでやっていこうと思ってるので、練習なんですよ。それで実験なんですよね。でまあなんかあれ自体がどうってわけではなく、それなりにやっぱりこれはこうな方がいいんだなとか、手応えって言ったらあれだけど、っていうかその参考にやっぱりそういうとこはいっぱいあるので、これが全然あの内容は全くやりませんけど、アイガットリズムだけは弾くけど、だけどああいう風なところを試したりして本番どうなるかなっていうのと合わせてなんか面白いかもしれないですけど、なんかそれとは全く関係なく昨日がいいとか悪いとかじゃなく全然良くないんですけど、なんかすごい何が原因、ここでいつもなんか毎朝やってんのがによって私も変わるのか、なんかすごい違ったんですね、感覚が。っていうのがはっきり言ってなんていうのかな、その全体的にどうでもいいっていうかなんていうのかな、そのいちいちあそこがなんていうの、その言い訳ももううざいっていうことですかね。なんか昔だったらもう本当美に入り際に言い訳というか謝るというか。っていうかなんかもう全てなんかなるようにしかならないっていうのと、あとなんかね、その時っていうかその優劣がすごいなんていうんだろう、その価値前だとその時間によってね、例えば本番の価値っていうのがもうとてつもなくダイヤモンド級に高くて。で日常の価値がもうゴミぐらい低かったんですよ、多分ね。でだからそのなんていうのかな、その本番にそのいいとこ出さない以外のこと以外はもうゴミみたいな。だからなんてそのためになんか全部を犠牲にしていいし、なんていうのかな、そこのそれ以外の時間の質っていうかはどうでもいいっていうかで、しかもなんか大した本番じゃないし、でもずっと子供の時からもそうだから、その自分がこう世間的にどんだけ低いとこにあるかとか関係、その人にとっての本番は本番だから、例えばお客さんじゃなくてその試験官一人のなんか学校の試験とかでも同じで、本番で。それでそれ一発にそれこそ実力以上を出したいっていうか、なんかその発想そういう人ってどうなのかな、なんかそういう種類の世界の人はそのなんていうの、程度の関係なくいっぱいいるような気がするんですけど、オリンピックじゃあるまいしなんだけど。でもなんかそんなのだけど、そこら辺がなんかその辺の差がなんか全部同じだなっていうことに気づいてきたっていうか、全部同じっていうのは全部今ここがゴールなんですよ。で今ここをちゃんとなんていうのかな、そのなんか本番は本番でその時のただの今ここなんですよ。それでだから結局なんか外に視線があったってことですかね。だからなんかゴールはだからゴールが変わったってことかな。だから誰かの承認を、まあ、だから本番って誰かに見せるってやつだから、誰かの承認を得て褒められるとか、誰かの評価されるとか、そこのゴールって他人がゴールなんですよ、よく考えたら。ゴールを他人が握っている。でそうなるとどこまで成功しても多分もうビクビクなんですよね、多分。それで成功してなくてももちろん。それでじゃなくって、自分がもう全体的に基本どうでもいいんだけど、面白いことなんていうのかな、一番面白いことってやっぱりなんか命を持ってて、それでなんか進化してる、何か進化、多分進化するっていうのがなんか命の欲求みたいので、多分それで自分なりに「あ、なんか分かった」とか「変わった」とか「何かコツをつかんだ」とかっていうのがもうゴールなんですよ、毎瞬が。ちょっと上手になったらもうそれが上手っていうか、別に上手にならなくてもいいけど、何か多分無駄っていうか、こう余計なことやってたのに気がついたとかでもいいし、あと、いやでもそれだけじゃないですよね。だからなんか例えば。まあもっと言っちゃうと思考って過去と未来だから、そういうのだから超かわいいなんか野の花に足元の花にって気がついて、それでそれになんか感嘆するみたいな、それもある意味ゴール。それとなんか弾いててうまくいったっていうか、なんか新しい何かを得たみたいなのとほとんど多分同じなんですよ。でそのだから結局それって今ここにありきるみたいなことが多分ゴールで、それでそしたら毎週ゴールで、それが起死回生ポイントでもあるのかもしれないけど。なんかジャッジしてるっていう時点でもうだいぶこう分離してて、ジャッジって何かと比較しないとジャッジできないから、それってやっぱ過去を引っ張ってきてるんですよね、多分。だから過去のあれに比べてとか、あるいは外側誰かと比べてとかじゃないですか。だけど本当にで息を飲んだ瞬間は何にもないじゃないですか。でなんですよ。だから結局例えば昨日ので何箇所かあって、これかなみたいな、外には出てないけど私の中だけの話だけど、感覚として。たとえすごい失敗してるところでも私の中でこれかなってなんかなったところだけがみたいなのところだけがまあ収穫とも言わないけど、なんかそうだったなっていう。そうだったか、見事になんか何にも思わなかった、ここまで何にも思わなくなるか、ちょっと思いますけど、もちろんいろいろ反省は死ぬほどありますけど、あそこはそうか、あそこしなかったからこういうふうにこうなったんだとかいっぱいありますけど、でも移り変わっていくから、なんかそこでなんかねそこで終わるわけじゃないから、なんて言うんでしょうね、なんか今ここだし、そしてそれがどんどん変わっていくから、やっぱりワンプロセスに過ぎず、そんな感じだから、なんかやっぱりなんか結局全部自分もう世界、その外側に見えてるもの全部も、それから今私がやったこととか結果とかも、それはそれなんですよ。もう全部それはそれで、なんていうのかな、でそこに対してどう思うかだけなんだろうなと思って、そんな感じだから、なんか結局だから自分が変われば世界が変わるって、世界が見た目が変わるんじゃなくって、世界に対する解釈が変わるんですよね。それでまあ自由にはなりますよね。だって何だっていいんだから、何だっていいっていうか、迷った時に危ない方を取れるっていうか、別に取らなくていいんだけど、変なブレーキが外れるかもしれないですかね。それがいいわけじゃないけど、なんかそんな感じなので、そうですね、ちょっとだからやり方が違うから、なんか6月10日に向けてどういうふうに、だからもう全然もう 全博打ですけど、私必ず全博打なんでもう慣れてますけど、だからもう一か八かなことしかやんないけど、でもなんかそれをなんかこうピアノを遊ぼうもあと何回かあるので、その間に3回あるかな、3回ぐらいあるから、その中でちょっとずつこう、ちょっとずつじゃないですね、もうなんか超高速でみたいな、なんかなんかねやっていくって感じですけど、そうですね、なのでなんか全体的になんていうのかな、まあプロセスなんですよ。だからどん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 動いていってるから、そこになんかなんか不思議な感じですね。なのでまあだからこうだったらよかったのにっていうのはもうないから、これしかないから、例えばもっと時間があったらとか、そこまでのね、本当に多分時間がないけど、でもなんかそれはそれなんですよね。それがいいとも悪いとも言えないし、そうだからね、なんか人生ってあったら全瞬間が平等なんだっていう感じになったんですよ。だから本番も同じワン瞬間で、それでむしろそこをなんでそういうのを設定するかっていうと、今ここの、今ここで何やるかのなんかの時に何かがあった方が先に。今ここがこう決めやすいっていうか、逆算して今ここってなるから、そのための目安に過ぎずだなと思って、だから本番あっての今が大事なんですよね。だから毎瞬間がだってそうですよね。だから全部今だから、本番も今なんですよね、逆に考えれば。で本番の端っこが今で、そっからこうずっと本番っていうか、だからなんかどうでもいい瞬間は一個もないし、ここだけが重要っていう瞬間もないって感じで。やっぱプロセスの一瞬一瞬がゴールだなって。なのでケチつけてる場合じゃないっていうか、そんな感じのになりましたかね。なんでそれでやっていきたいと思いますっていう感じですかね。それはそれなんですよ。それはそれでどうするかですよね。だからそれはそれでそれをそこからどうするかだけですよね。さてじゃあどうするかっていうだけですよね、本当に。なのでまあそれをなんか思いました、昨日。なんか見事になんか何の引っかかりもなんか「はいはい次」みたいな、なんて言うんでしょうね、「はい次」でもないな、なんかうん、そんな感じですね。なんかだからやっぱり全部自分って本当ですよね。だから苦情を言ってアンチも自分だし、アンチコメントも自分だし、制限かけてるのも自分だし、そんなにね人のことなんてって感じですよね、みんな。なのに人のこととか人目っていうのがもうなんか何百万も万倍にもなってるけど、そっちにものすごい心血注いで、そっちの対応とかそっちがどう見えるかとかで、自分との関わりをすごい雑みたいな感じだけど、自分が生きてるからそっちがどうしたいかっていうかそっちのお世話っていうかそっちに応えてっていうかねかなみたいな。だからそこのコミュニケーションがうまくいってればもう OK みたいな、今この瞬間ここのコミュニケーションってのはどういうことかって、私は今何のためにこれをやっているかっていうのが一致してるっていうかで、その結果が全部をなんかなんていうのかな。なんか分かってる、自分の責任でやってるっていうか誰のせいでもないっていうかで、なんかそんな感じですかね。なのでまあそういうふうにちょっともう一回再確認してなんかやろうかなっていう感じですね。まあでもやっぱりあれで「ピアノを遊ぼうで」があると。やっぱりなんかプチ本番できるので、いくらでも失敗できるので、これないかったらやっぱりそれはそれで結構、まあそれはそれでそうなるんですけど、だからそうですね、新しい実験として1月からこういうのを実験の場を持って、それでコンサートやるとどうなるかなっていうののプロセスの1回でした、昨日は。それでなので多分だからそういうふうにやってるから、なんかその結果そういうふうに思うようになったのかもしれないですけどね。なのでこの朝は朝でやっぱりそうなんですよ。っていう瞬間がもうなんか宝で、誰にもわからないけど、それでもそれがゴールで、ある意味死んでもいいんですよ。あ、これを得たって感じ。それは今日の私の結論っていうか、今日死ぬとしたらあこれをってかなんかねとか、それでそしたらなんか毎日一応なんか。落とし前じゃないけどっていう感じでやっていこうかなって思いましたということです。ではちょっともう今日はいろいろありますので重なっちゃってて用事がという日ですけど、では、ゴールデンウィークですよね。なので皆様、今日は天気良くなるらしいです、東京は。ということで素敵な一日でありますように。じゃあ終わりたいと思います。今日は最後の日ね、4月30日です、土曜日です。ではまた明日の朝に。ありがとうございました。じゃあ失礼します。ありがとうございます。